皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録は自分の意見を押し付けないということについてお伝えしていきたいと思います。どうですかね、いろんなタイプの方世の中にはねいらっしゃるんですけれども、自分の意見を強力に押し切るようにして周りを説得したがるようなタイプの方って、一定数いらっしゃいますよね。で、もちろんその正しい正しくないっていう判断をするような時、例えば会社のトップで、一大事重大事が起こって即断即決で動いていかないといけないような場合には、たくさんの意見を聞きながら取りまとめてる時間がない時には、もう社長の判断でこっちだっていうふうに決めて、そこは動いていくっていうケースはあると思うんですよね。でこれは押し付けるっていうのではなく非常事態なので、もう即断即決で動くしかないということで、みんなをついてきてもらうっていうリーダーシップを発揮しないといけない。要はそれを発揮するっていうことは、その判断が間違った場合ですね、皆さんもろとも被害を被る状況を作るということに対しての覚悟を持って決断をしていくっていう必要があるので、なかなかにしんどい決断だと思うんですよね。なのでこれは押し付けないということとまた話は違います。ただ一般的に何かを話をしていたりとか、何かをね一緒にみんなでやろうっていう時に、もう私はこう思うから絶対にこうしましょう、こうしないといけないんだみたいなタイプの人とかもねいらっしゃるんですけれども、人には人の考え方と、価値観っていうものがねあるので、そちらに尊重しながらですね、調整しながら進んでいくっていうことが、調和として必要になってくる時なので、自分の意見は持っててもいいけど、それを強引に変えさせるように人を動かすっていうのは、あまりおすすめできないですよね。で、往々にしてそういうタイプの人は自分がそれをしてるっていうことを気づいていないケースが多いので、例えばそういう人と出会ってしまって、自分がそこにいるのが居心地が悪いなと思ったら、その話はスッと受け流してその場を去るっていうのが、賢い処世術の一つですね。ガチで要は当たらないっていうことです。押し付ける人とね、向こうは押し付けたいわけだから、基本答えは受け入れてくれない人に対しては衝突っていう形に当然なってしまうので、無駄にね疲れてしまうんです。だからそういう時にはスルッと引くっていう技もね身につけていくのが、ストレスはたまりにくいですね。あとは飲み込みすぎる人は、スッと引くことができなくって、避けることか逃げることができない時には、たまには当たらないとダメかもしれないですね。いつでもそういうふうに押し付けることができるって分かってる人と、よく夫婦喧嘩でね聞く時が多いのが、旦那さんか奥さんが必ずどっちが黙り込むみたいな形で、どっちかだけが意見をね主張してっていうと、たまりにたまると、大体熟年離婚とかになったりするんですよね。だから適度にその人と長くいようって思うのであれば、適度に自分の意見はきちんと伝えないといけなくて、それもそれなりに勇気がいることではあるんですけども、自分自身も押し付けすぎない、相手のことも尊重して聞いていくっていう体制を取れるように日々心がけると、人間関係もうまくいくんじゃないかなっていうふうに思ってますので、一つのヒントにしてみてください。それでは。